ははい皆さんこんこにちは村長です今日は音楽と画像生成 AI ということでお話をしたいと思います。今画面には先日から話題の Adobe Firefly ベータバージョンこの画面になっています。通常は Adobe の ID を持っていないとということだったんですけれども僕は今 ID にログインしていませんがそれででも使えています firefly.adocom ここに入るとこの画面になっていますその中でとっても話題になってるのがこの今真ん中にありますように GenerativeFill というサービスですこれは画像にいろんなものを付けたりとか またた余計なものを消したりとかととかいうことができるわけでですねでも我々音楽をやってる者にとっては画面の左のような生成 AI で作ったいろんな画像とかですね右側にあるような文字にイラストをつけたりとかイラストレーターさんがやりたいようなものよりもですね音楽で使えるようなことにはできないかそんな実験を今日はやってみたいと思います。 この GenerativeFill というところの Generate というのを押しますと画面がこのように切り替わりますもちろんこの Firefly にも Text2Image ということでプロンプトから画像は作れるんですけれども先日からやってました Edge とそして MicrosoftBing これでですね今画面にあるような女性の絵を描きました 画像生成 AI のことを体験したことがない人のためにこれをどうやって描いたかも少し説明しますこの絵は今紫色のエリアにありますようにライブステージに立つ女性の正面の絵を明るく描いてというふうにプロンプトを打ちました了解しましたそれを作成してみますということでこんな感じの画像ができたわけですそしてそれをクリックすると このように大きく映ります。これで右クリックをしまして名前をつけて保存をするわけです。ここまで分かっていただけましたでしょうか。こうやって画像を作ったものをですね、この Adobe の Firefly のこれにですね、ドラッグドロップします。この図形ですね。これをここにドラッグします。するとこんな風になりました。ここに 僕はマイクを立てたいと思うんですねこれをちょっとやってみましょうこういう時はこのアッドというのでエリアを作るんですがこの丸い絵ですねこれが筆のようになるんですがちょっと太いですので細くしてみますそれはこういうところで細くすることができるわけですこのようになりましたのでこの辺にですねマイクを立てたいと思います こんな感じになりました。そしてここにプロンプトを打ちます。今現在プロンプトは日本語が通りませんので英語で書く必要があります。じゃあこれでやってみましょう。英語が苦手な人はこのように Google 翻訳をすればいいと思います。ここでマイクとマイクスタンドこのように書きます。そして翻訳をしますと このようになりますので、これをコピーします。そしてここに貼り付けをします。そしてジェネレート。これを押すわけですね。はい。しばらく待ちます。はい。この時間は全くノーカットでお見せしました。約10秒ぐらいでしたでしょうか。このようにマイクができました。 ここに4つの候補がありますので、どれがいいか、このようにして確認します。はい、一番リアルなのはこれですね。この感じがいいですので、こうやってマイクを書いたりするわけです。これはキープします。では、ここにですね、譜面台を書いてみましょう。そんな時は、このエリアに、こうしまして譜面台を書こう という位置を適当に作ります。そうしまして、また google の方で譜面スタンドという風に書いて翻訳をします。ミュージックスタンド、これをコピーしてまた貼り付けます。そしてジェネレートさあどうなるでしょうか？はい、これは譜面台というよりボーカルのエフェクターみたいなものになっています。 これどうでしょうかああこれもちょっと小さいこれは譜面台というよりもサブの机みたいな感じですねまあこれの方がいいんですがモアでもう一度やってもらいましょうこのように書き直しというのもできますちょっとミュージックスタンドからはどうなんでしょうというのはありますけれどもまだまだこれはベータバージョンですので 100パートは行きませんけれどもこんなように前にスタンド型ってなんとなくボーカリストだというふうにどんどん変えることができましたちょっと次の実験をしてみましょうこれはキープをしておきますダウンロードも一応しておきましょうかこうしましてコンティニューこのようにすることでダウンロードしたりできます Google Chrome の 設定が自由な場所にできますので、ここでダウンロードを選びます。そしてここに一応保存をしておきます。通常は Ping ファイルで保存になるようです。まず一つ目ができました。今度は一つ前に戻りまして、このアップロードができる画面にしました。そしてここで譜面に挑戦してみましょう。譜面をドラッグします。 まあ一部分ですけれどもこのようにしてあります僕の生徒さんのジェーンさんが作った曲で僕は仕上げとかちょっとアレンジの修正などをしたりしていますこういう譜面があるとしますよねもう JPEG しかないし直すこともできないしというような時ですねなんとか給付はどこかから持ってきてでも後から足すというような時です こんな時はこのアットで先ほどと同じようにセッティングで筆を細めにします。こうしまして16分音符のところをこのようになどります。はい、こうやってなどりました。この左のリムーブというボタンにしましてですね、そしてここでリムーブを押します。はい、うまく。 ここここがが取れて消すことができましたこういうのってテレビのコマーシャルで GooglePixel とか言ってですねよく宣伝したりしていますがああいう機能をほぼ完璧にやってくれるということですですからこういう複雑なところでもリムーブができますこれはキープにしますねもう一度アッドをしますがまた筆をちょっと小さくしましょうそうしまして このシャープですねこれを取ってみましょうはいこれでまたリムーブをしますまずはこんな風に出てきましたけれどもこれは間違っていますのでですねいいのをここで選ぶこのようにすればいいわけですこの2つはほぼいいですのでまあどちらでも大丈夫ですねこれでまたキープをしますこのようにですね 譜面の一部分を消したり、こういうことにも使えるので画像 AI というとですねなんかイラストレーターさんが使うというようなことを想像してしまいますけれども我々ミュージシャンこれにもこういうような使い方ができるんではないかなと今日は一例でですね、やってみました。これからどんどん画像の AI も進むでしょうが ミュージシャンにとってそれらがどんなふうに使えるかこれからも皆さんと情報共有していきたいと思っています自分たちに必要な部分そういうものを作っていってそして先ほどもやりましたようにフライヤーの中にですねいろんな絵を足したりとかそういうことに使えるようにいろいろ研究していきましょう村長スタジオでした